大なぎファームさんからお野菜が届きました。ルートゼロで美味しいメニューになりました。イエーイ美味しいメニューになりました。美味しい野菜をね、美味しく料理してね、美味しい野菜を美味しく料理しました。はいはい、おすすめはトウモロコシです。おすすめは僕冷やしトマト大好きですね。マッシュルーム、ガーリック焼き、あとズッキーニも美味しいです。うまいのよ人生でズッキーニ食べたことない。いや、嘘や、おい、嘘回収やガチだ。ズッキーニ美味しいですって言ったのにズッキーニ食べたことない。美味しかったです。もこれは初めてのズッキーニ。そう、あ、じゃあよかったな。初めてあげました。いいもの食っちゃったね、じゃあね。ちょっとね、美味しいズッキーニ食べちゃって、また大きくなっちゃうね。もうね、スーパーの野菜に戻れないぐらい美味しいからね。ルートゼロで大なぎファームさんの美味しい野菜と美味しい料理を食べに来てください。お待ちしてます。